が持ち帰った王爵ですが、残念ながら鑑定を行う前に何者かに盗まれてしまいました。暫定処置として犯人が見つかるまでアノス班の点数は70点とします。納得できないわ。盗まれたのは学院の落ち度でしょ。暫定なら満点にすべきじゃないかしら。お気持ちはわかりますが、様々な可能性がありますので。犯人を見つければ良いのだろう。なんだよ。丸見えだぞ。わざと盗ませるならもっとうまくやれ。静粛に。明日は七魔功労のガイオス様とイドル様の大魔剣教練もあるのですよ。授業を始めます。